はい、えー、ザ・バットマンのネタバレをしたいと思います。えっ、ー、と、まだまとめきれてないので、えー、また、えー、動画を撮ることになると思いますが、えっ、ー、と、さっき、えー、見てきまして、えー、寝起きです。<laughs> はい、えー。寝起きの感想ということですね、えー。先行上映してたんですよね、木曜日の夜。で えー、グランドシネマサンシャイン池袋の、えー、8時5分からの回ですかね。で、終わったのが11時15分ぐらいっていうね。<laughs> えー、しかも賞味176分中あるんですよね。なんで予告編入れて、まあ、なんだかんだで3時間超えですかね。予告編も短かったような気がしますね。 いやー、映画館も溜まったもんじゃないですよね。3時間、まるまるあるわけですからね。入れ替えも含めた3時間半、4時間ぐらいのスパンですから、1日2回とか3回、もか2回ぐらいしかかけられない。で、他の映画も圧迫しますからね。えー、この映画、えー、 もうこれをね、絶賛しないと人じゃないみたいな感じの最近流行りのね、えー、あのドライブ・マイ・カーみたいな、見てないんですけど <laughs>、村上春樹は読みたくもないんで、えー、見てないんですが、なんかちょっとこう、この映画を褒めないとね、えー、人じゃないみたいな、映画分かってないみたいな風潮がね、多分醸し出されると思うんですが、 えー、問題結構あったなと思うんですよね。ただその問題を覆いか隠すね、えー、監督のこだわり、情熱がすごいと。この情熱がすごい人私は好きなんで <laughs>、映画の出来はともかくね、えー、情熱があるっていうのはい、いいと思うんですよね。その情熱を、まあ、3時間、もう、 一分も途切り出ることなくやるっていうね。どっかで嫌になっちゃって、ちょっと違うので出ようかっていうことにはならなかったのがすごいですね。えー、そこはもう、このコントロール力というか精神力はすごいなと思うんですよね。発力とかありますかねいろんなね、大人の。えー、それもないと。えー まあ、いいところは、まず、その、カラーコントロールというか、画面コントロールですよね。で、まあ、ほとんどアップみたいな感じで、えー、まあ、大画面でアップだから、まあ、最近流行りですね、これもね、大画面でアップっていう、まあ、iMAX レーザーで見たんですが、えっ、ー、と、おすすめは、多分 iMAX レーザーだと思います。画角が大きい方がいいと思うんですよね。えー、それと、やっぱりちょっと、 えー、きっちりと暗い映画館の方がいい。コントラストが出てる映画館じゃないと多分何やってるかわかんなくなっちゃうと思うんですね。で、あとは、えー、それを、その意味では、えー、見てないんで想像なんですが、えっ、ー、と埼、えー、埼玉新都心にある、えー、ドルビーシネマが一番いいんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、価格はちょっと小さくなるかもしれないんですが、えっ、ー、と、 絵的な、カラーバランス的には多分埼玉のドルビーシネマで見るのが良さそうだなと思います。ええー、と、わざわざ行かないと思いますけれども。いや、でも行ってもいいかな。まあ、休憩みたいなね、途中寝ちゃってもいいけど、絵を見る、映画をこう楽しむっていう点でね、音もいいですし、まあこれがね、えー、音もいいって言ったんですが、音は本当にいいんですよ。なんだけど、みんな、 えー、音楽がいいって多分言うと思うんですよね。えー、それは違うなと。音響がいいっていうことですね。サウンドデザインがいい。で、曲はね、あんまり良くなかった。つか、はっきり言って良くなかったですね。えー、まぁ、あ、アベマリアと、あと、ダー、えー、バットマン・インペリアル・マーチみたいなね。ほとんどまた、ダース・ベイダーのマーチみたいな音でね。 えー、ダスペーダーの街は途中で終わるみたいなテーマなんですね。この二つがまあ交互にね、えー、流されていくんですね。で、オープニングアベマリアで始まるし、えー、まあ、もう何かにつけてアベマリアなんですよね。まあ、だから、まあ、アベマリアの歌詞見たんですが、まあ、キリストが受胎告知されるっていうね、そういう歌詞なんですね。で、えー、もう神の子を宿って、あなたのことを その、あなたのお腹にいる子が復祝福してますみたいなわけのわかんない歌詞になってるんですね <laughs>。え、まあ、キリスト教じゃない人には非常に刺さらない歌詞だと思うんですが、えー、まあ、何を言うかって言やっぱりバットマンの受胎告知映画だったんだなっていうね、バットマンの オリジンはやらないってね。バットマン、例えば、えー、まあ、いつものパターンですよね。あのスパイダーマンでも、えー、ベンおじさんが、えー、殺されるところから始まるのと同じで、えー、バットマンも、えー、両親が、えー、殺されるというところから始まるのが定番だったんですが、まあ、それはやってなくて、その後の話で、まあ、ヤングバットマンみたいなね、話なんですね。だから、バットマンになりきる 今バットマンがお腹の中にいて、バットマンが生まれるっていうことをね、えー、やりたい。そういう話だったの、だろうなっていうか、まあそういうことなんですよね。まあ、アベマリアがずっと流れてるっていうことがね。えー、で、まあ、えー、バットマンが生まれるんですが、あのー、あれですよね。あのー、えー、まあ、なるべくネタバレはしないように話してます。 頑張って努力していますえー、まぁ、あ、あの、えー、あの、車で事故った時にね、えー、道路でシュッと吸って、えー、光が、光と煙が出る、あの、発煙筒を、こう、バットマンがね、すごい、バットマン発煙筒を、こう、発煙筒持ってるってのもすごいんだけど、バットマン発煙筒を、えー、シュッと、えー、吸って、 で、松明のように掲げて、で、群衆がみんなついてくるっていうね。まあ、猛勢ですよね。あれがだから出位エジプト期と <laughs>、えー。まあ、そこら辺みんな好きですよね。というか、まあ、そこら辺までしか、聖書よくわかんないんですよね。そこら辺がまあ、クライマックスで、その後のまあ、弟子が書いたというか、新役の方ですよね。あっちはね、 あんまりこうピンとこないんですよね。まあ、えー、なんでまあ、えー、旧約の方の、まあ、シエジプト期ですよね。で、まあ、えー、絵がね、とにかく絵作りで3時間見せるってどんだけなんだよっていうのは思うんですが、えー、まあ、一個一個突っ込むと、えー、まず、キャラクター造形みたいなね、 まあ、すごい、あの、チラシとかもらって、その先行上映もして、グランドシネマサンシャインなんか、あの、裏方の人が堂々とロビーにいましたからね <laughs>。どう見てもバットが見に来てる人たちじゃないなっていう、背広にアタッシュケースみたいなね、ソフトアタッシュケースみたいな感じで、え、話してて、で、も始まる直前になると、席に座らないで通路で並んで、ピシッとね、綺麗に並んで見てるみたいなね。 <laughs> うどう見ても関係者だなっていうね。まあ、あの、あの場をもしね、えー、爆破したらね、えー、だいぶ映画関係者がお亡くなりになっちゃうんじゃないのかなと思うぐらいだと思うんですよね。<laughs> で、まあ、えー、この、キャラクター造形は、いまいちでしたね。 えー、ものすごいね、プロモーションしてるっぽくて、まあ、チラシもいっぱいもらったんですけど、チラシっていうかもうパンフレットみたいなやつをもらって、えー、キャラクター展開がすごいんですよね。ただまあ、えー、今回、まあ、敵役、リドダなんですが、リドダさんなんですが、うーん、ゴミ袋をかぶったみたいな感じなんですよね。だからリアルなんですけど、 かっこいいかというと、どうかな。えー、それから、えー、バットマンね。バットマンも、ちょっと、重サい。まあ、えー、まあ、現実的な格好、なのかもしれないですね。だから重そうなんですよ。だからね、あの、ハルベリーがね、っていうか、ハルベリーじゃないんですけど、ちょっと、ハルベリーに、 とうずっと思って見てたんで、ハルベリーって言いますが、えー、ハルベリーがですね <laughs>、バットマンを引き上げるシーンがあるんですが、どう考えても無理だろうと思っちゃうんですよね。どんだけ走行重いんだよっていうね。えー、で、バットマン。えー、バットマンの造形もちょっといまいちですね。ただ、あれは良かったですよね。あの、えー、バットマンがふにゃふにゃになっちゃって、 えー、最後の最後の手段ということで、えー、あれですよね。えー、いや、えー、麻薬をね、自分に打つっていうね。麻薬を打つ穴が、穴も開いてて、そこに麻薬をボンってアドレナリンを打つみたいなね。まあ、あれはだから、絶対あの、あの、劇中で出てきたね。あの、ドロップっていうんですかあれだったと思うんですよね。あれをこう、もっと強力にしたやつね。 超速攻性のあるやつだと思うんですよね。<laughs> いやー面白かったですね。そこはもう最高でしたね。えー、で、まあ、えー、バットマンのその造形がちょっとね、どうかなっていうのあるんですよね。あと、あとで、ね、もう最悪なのはキャットウーマンのハルベリーですよね。で、まあ、ハルベリーが、えー、そんなにね、 マスクかぶらないんだけど、マスクかぶるとなんか、あれなんですよね。銀行強盗みたいなやつをちょっとキャットウーマン風に寄せてるような感じで、かなり目が開いていて、みたいな。あれは、日本のネズミ小僧とか、水トコ門モンのヤシとかですよね。いかにもザ・ドロボーみたいなね、えー。ザ・忍者ですよね。ザ・ドロボーみたいな。 え、格好で、あれはもう日本ではコントでしか見れないやつですよね。多分あの格好になるたんびに笑いが止まらないっていう <laughs> で、まあ実際あれなんですよね。泥棒さんなんですよね。キャットウーマンね。えー、まあミネ・フジコちゃんみたいなイメージですよね。イメージ的にはね。えー、まあでも、うーん、まあ今時、 珍しい、こう、ジェンダーレス世界、コンプラ世界になっても、珍しく普通、そこは無視して、えー、昔な感じになってましたね。そこはなんかね、良、えー、かった気がしますね。えー、そしてまあ、えー、意外とこう街並みとか、もう、 狂気を感じないんですよね。ただボロくなっただけっていうね <laughs>。なんかこう、狂気がないんですよね。人々の中にね。えー、その街の雰囲気とかがただボロいっていうね。えー、そこら辺もちょっとん、もうちょっとこう、やばい、やばいよ、ここはっていうね。そういうのが欲しかったですよね。で、割とこうみんなね、バットマン、 に怯えてるんですよ。バットマンライト見るだけでね。犯罪やめちゃうみたいなね。うん。だったらもういいじゃんと思いますよね。うん。まあ、そういうとこもありますね。で、まあ、えー、賛否両論出そうなのがバットマンカーだと思うんですよね。やっぱり。えー、そう、バイクもね。バイクもなんかいっぱい出てくるんですよね。バイクも普段使いのバイクと、それから、えー、バットマンバイクですよね。 で、まあ、えー、バットマンバイクの方は、コウモリによそてるかもしんないけど、かっちゃ悪いんですよね、バットマンバイクね。カウルのところはね。かっこ悪くてなんか、キャットウーマンっぽい感じなんですけど、まあコウモリだと思いますけどね、もちろんね。えー、ちょっとかっこ悪いですね。まああの、コウモリとかにするんだったらあんまり目は、 面玉は小さい方がいいんじゃないかな。あるいはもう、ライトはあるけど、バットマンの技術で、ライトは敵からは見えない、光らないんだけど、あの、照らしたとこだけ光るみたいなね。そういう、どっから照らしてるかわかんないみたいな、そういう技術にならないですかね。いつも思うんですけどね、ライト作るときね。えー、それではバットマンか。えー、多分、オールドファンは、 苦手なんじゃないかなと思うんですよね。でも、私は大好きですね。この感じ。あ、そうですね。普段使いの車もかっこよかったですね。えっ、ー、と、多分スティングレイかな。え a、ー、えーえー、エイエイですよね。えぇ、ーえー、昔、まだあるかもしれないですが、えー、横浜の、えー、中原街道の、えー、ズーラシアの近くのね、交差点に、あの車の、 え、専門店みたいなのがあっていっぱい並んでてすげえ欲しいと思ってたやつですね。えー、ほんとかっこいい。あの車はね、絶対グランツーリスモとかね。えー、あとまあ、ミニカーとかで安かったら買っちゃうみたいな、ああいう、あの、ああいう系の車ですね。レディトラクタブルでね。かっこいい。ただなんかバットマンが乗る車かっていうとね、まあそれは違うと思いますね。ただまあ車自体はかっこいいし。えー、そして、 えー、そう。だから今までバットマンっていうのは、金持ちのいけすかないやつみたいなね。金持ちの定番なんで、乗る車っていうのは、趣味性というよりは、お金、高いお金の車みたいなね。お金がかかる車みたいなのをこう、中心に乗り継いでたと思うんですよね。だからまあ、えー 何ですか、ね、あのー、高級車ギブジンとか乗ってたりとか、えー、ベントレーとか、えー、あんな感じの走行系の車そして、えー、派手めの車ちょ,ちょっと地味だけどねっていうので乗ったのが、えー、ランブルギーにムルシエナゴかなかなんかなんですよね、えー、全体的に、えー それはその車が好きだというよりは、えー、高いから乗ってるみたいな感じだったんですが、もう今回のスティングレイとかは、えー、まあ高いは高いですが、まあ好きじゃなか、好きじゃなきゃね、乗らないなっていう車なんですよね。えー、だからまあ多分あれは誰かが好きなんでしょうね。えー、で、まあそれを、そ、え、のー、古き良きね、アメ車を改造したタイプの えー、あるいはまあそれを、えー、現代に、えー、持ってきた、えー、リバイバルタイプのアメ車をベースに、えー、まあ全部取っ払って、えー、まあレースカーみたいなね、ストックカーみたいな感じに改造していってる車で、まあ、まあ現実的なんですよね。行動を、まあレースカーが走るみたいな感じになってて、 えー、まあ多分走行とかは暑いんで、まあちょっと相反することをやってはいると思うんですが <laughs>、重くなったらない、元の子もないんでね。まあだからそこら辺は映画ってことですよね。でまあだから造形的にどう,どうなのっていうと、まあ普通だったら、えー、重い方に全振りして、えー、そこはなんか映画の魔法でなんとかして、もうむちゃくちゃ幅がでかくて、 むちゃくちゃ押し出しが強くて、みたいな。で、いろんな装備が入って、みたいな。えー、そう、全、全部盛りみたいなね。バットマンカーがほとんど、なのに。まあ、今回は、割とこう、そぎ落として、車としての性能をね、上げてあ、上げてあって、えー、いろんな機器の回避も、車としての性能で回避するっていうね。<laughs> えー、まあ多分、車好きなんだと思いますね。 なんで私もあのバットマンカー大好きなんですけど、バットマンカーとしてはどうなのかっていうのは多分疑問が残ると思うんですね。ただ大好きですよ。はい。えー、ちょっと欲しいなと思いました。初めてなんか欲しいなと思いましたね、バットマンカーね。えー、それでまあ、えー、何があったかな。えー、そう、えー ストーリーですね。ストーリーは、まあ、全く良くなかったと思うんですよね。えー、まず、まあ、3時間長いっていうのはあったと思いますね。これはもう2時間にしても全然大丈夫だったと思います。えー、そして、謎解きがつまらないとね。まあ、これは、えっ、ー、と、ネイティブではない。英語ネイティブではないので、その、ニュアンスが伝わらなかったのかなと思ってたんですが、えー、まあ、 えー、ゴジラ SP、ゴジラシングラリポイントでやっていた暗号と比べると全くつまんないですよね。えー、あの、謎をかけをして、バットマンがサクサクって答えるんですが、あれは、うんまあシングラーポイントでやってた、えー、答えがわかってるから解ける謎謎みたいな感じなんですよね。あらかじめ答えが決まってる、こういう、 リド,リドーダーがこれを言うっていうのは分かってるからすぐこう出るわけですよね。だからまあ答えが複数存在するっていうか何とでもなるみたいなね。だけどリドーダーだったらこれだろうっていうね。えー、あらかじめ答えが分かってる謎謎なぞっていうことなのかなっていう感じですね。えー、あとまあ、えー、よくあるパターンで、えー、暗号を解いていたら 暗号ではなくて、えー、ピクトグラムだったみたいなね。まあ、これはもう最初みんな思ったと思うんですよね。でも、その、出てくる字がドライブってなってて、じゃあ車だって、そんなことを、そんな、そんなんでいいのかっていうね。<laughs> そして USB メモリーというか USB ドライブをね、さらに探すっていうね。もう、なんか、ギャグをやりたいのか何なのかよくわかんない。真面目なのかギャグなのかわかんないんですよね。 で、まあ、えー、ネズミをね、あれちゃんと絵に出てこなかったんですけど、なんか、元ネタがねある、あると思うんですよね。えー、ワイルドスピード2かな ?2 で、えー、自白させるために、えー、シャンパンのバケツを空にして、その中ネズミをね、2匹かな ?1 匹か2匹入れて、で、お腹にね、当てて、 えー、それで上から、えー、火で炙ると、えー、ネズミさんがですね、熱くなって逃げ出そうとして、えー、腹の方に行くみたいな描写があったと思うんですが、多分それも元ネタがあると思うんですよね。で、それをなんか、ん顔に当ててたんですかね。だから顔が食い荒らされるっていうことで OK なんですかね。 それちゃんと見せてくれなかったんでね、わかんなかったんですけど、まあ多分そうなのかなって想像です。えー、そう、なんからワイルドスピードっぽいなと思って見てて、えー、あとまあ演出もね、まあストーリーの話を先にすると、全部一本調なんですよね。えー、全然ね、最初にあの、あのカーペットの、 えー、タッカーって言んですかタッカーって言ってましたね。あの、カーペットの、あの、めくったりするやつですよね。叩いたりするやつで殺人が起きた。あれ何かなと思って、あれ、のみとトンカチが一緒になってる、大工さん道具っぽいなって、かなり装飾されててね、えー、高そうなやつだったんですが、と思ってたら、あれはカ、カーペットをね、 え、ひん、ひんむいたりするきく、えー、道具らしいですね。あんまりちょっと日本人には馴染みがないかもしれないんじゃないかな。靴文化だからこそですよね、ああいうのってね。で、まあえー、カーペットの、その聞いたら、そういうカーペットの道具だよって聞いたら、そっか、つってカーペット剥がすってね。子供かって感じですよね <laughs>。なんかそんなパターンが全部そうですよね。あんなにこう、 重厚な、えー、作りなのに、えー、あ、そうか、じゃあこれでってすぐなんですよね。うん、もうちょっとね、してほしいですよね、えー。というわけでちょっとね、えー、ストーリー、脚本、うまくないなって思うんですよね。まこれすべてにおいてですよね。そして、 えー、まあ、演出ですよね。演出もね、うまくないなと思うんですよね。かっこいいのもいっぱいありましたけど、それは演出というよりは撮り方ですよね。で、まあこれはダメだなと思ったのが、あの、キャットウーマンとのね、ハルベリーとの別れのシーンで、えー、別々にね、二、えー、人、別々の方向に行くんですが、その後、 えー、バッツがね、えー、サイドミラーを見るわけですね、バイクのね。そうすると、えー、そこにキャ、ハルベリーの後ろ姿が映るわけですよね、えー。それを見てるバットマンでよかったと思うんですよね。わざわざ、バットマンが視線を落とした後に、サイドミラーの映像を入れるっていうね。 あれがなかったらよかったのになって、もうあそこで画家が,がっくりって感じでしたね。あんなに絵を暗くして、あんなにこうわかりにくい、絵的にわかりにくくしてるだけなんですけどね <laughs>。絵的にわかりにくくして、えー、映像美を追求してるのに演出はこれかっていうね。えー、だから、まあ、今回のやつはね、えー 見えて欲しいものが見えないっていうね <laughs>。そして見たくもないものが映るっていうね。え、すごいですよね。え、まあ、内容はまあ、あれですね。うん、まあ、キリストもあるんですが、まあ、日本人としては、あの、名探偵コナン君がね、えー、 まあ結局、終わった時どうなるかってこうなるんじゃないのかなって気がすごいするんですよね。えー、まあ、莫大な莫大な遺産をね、手に入れちゃうんですよ。コナン君がね。だけど、その代償として、まあその代償ではないんですが、えー、まあ全てを失ってしまうわけですよね。えー、まずランちゃんが死んじゃいます。そして、え、大好きな父親とか母親とかも死んじゃいます。 そして、お屋敷に一人残されたね、コナンくんは、えー、まあ、アガサ博士が、まあ、まぁ、黒幕かどうかは別として、まあ、アガサ博士みたいな人と一緒にね、えー、バットマンをやるんですよ。だから、メイ、メイ探偵コナンの、えー、<laughs> 続きみたいな感じになってるんですよね <laughs>。で、まあ、えー、DC ね、えー、この、今回 DC マルチバースって書いてあって、 うん、あもう、マーベルだけじゃなくて、DC もね、マルチバースにね、突入か、ついていけんわ、って思って。もうそろそろ、アメコミ映画はね、本当にこれで卒業しようかな、と思って、そのいい機会をもらったなと思うんですよね。えまあ、一応、エターナル見て、もうこれで卒業しようと思って、そして、まあス、えー、スター・ウォーズじゃなくて、スー、スーパーマンじゃなくて、えース、スー、ス スネークマンじゃなくて、えー、スパイダーマンね。S ばっかりですね。スパイダーマンを、えー、見て、もうお腹いっぱい,い,い。でもこれでいいや。アメコミと呼ばれてるものはね、卒業してしたいなと思ってて。で、今回バットマンが来て、まあちょうど良かったかなと思うんですよね。まあスーサイドスクワットの2はね、あ、2じゃないね。ス,スーサイドスクワットの最近のやつは面白かったですけど、 もうこの、マルチバース系はもうお腹いっぱいかなって気がするんですね。そしてまあこの DC ね。DC はまあデテクティブコミックの略らしいんですね。だから探偵コミックの略。だからまあそれに、えー、あえて今回そこに戻ったということっぽいですよね。まあ、この路線がヒットするかどうかは、 うーんまあ映画のリテラシーも上がってるからだと思,思うんですが、そのジョーカーがあってね。えー、どうかな ?DC はね、外してることが多いんですよね。でもやっぱマーベルは面白いですよね。その映画を、映画の出来はともかく、まあ、笑顔で帰ってもらおうっていうね。そういうのはあると思うんですね。DC の場合はね、 姉、見終わった後、ど、何話せばいいんだって感じではありますよね <laughs>。まあ、あの、アルフレッドがね、アルフレッドも私はアンディ・サーキスだとわかんなくて、あのー、えぇ、ー、テネット出て、悪役やって、えー、名探偵ポアロ、えー、ナイル殺人事件で、ポアロやって、 監督もやって大変だなこの人バットマンも出てるんだと思ってたら全然違ったってアンディ・サーキスだったって、ねまあ、ちょっと背,背がちょっと違ったのは気づいてたんですが、まあ、あの時ねあのカフスをね、えー、バットマンに、えー、バットマンじゃないな、えー ブルース・ウェインにね、カフスをね、自分のつけてたカフスを渡すんですが、まあ、ブルー、ウェイン家にふさわしい服装をしろってね <laughs>、コスプレするなってことですよね <laughs>。バットマンのコスプレとかしてんじゃないよっていう話だと思うんですが、あのカフスをね、えー、受け継いで、えー、ウェインに渡すわけですね。で、で、ウェインは驚いて、 いつからウェイン家の人間になったんだってねかなり見下した発言をし、ま、するんですがそうするとお父さんからもらったんですっていうね、えー、すごい息子が驚いてくシーンがあってまあお父さんも彼を、えー、息子のようにね、えー、かわがっていたというかもうお父さんから見れば家族の一人なんですよね。 で、それで今回、えブ、ー、ルース・ウェイン宛てに来たプラスチック爆弾が、えー、を開封しちゃうんですね。まあ、これもううですよね。もうちょっとセキュリティはねえのかって思っちゃいますが、爆発して、まあかなり吹っ飛ぶわけですね。あんなに吹っ飛んだ割には、アンディ・サーキス、さすがゴジラっていうか、まあ元気ですよね。で、まあ軽傷で済んで、えー、で、アンディ・サーキスがね、血を流したからこ、 だから、えー、ブルース・ウェインは、えー、血ではないんだと。えー、血で、家族の定義は血ではないんだって血を流して気づくっていう、まあ、わかりやすい感じですよね。えー、まあ、だからここは、家族は何なのか、疑似家族の話も入っていますよね。えー そして、まあ、えー、キャットウーマンとハルベリーじゃ、ハルベリーじゃないけど、ハルベリーと、えー、まあ、バットマンがね、別れるところで、バイクで追いかけっこをして、まあ、これはなんかカーズっぽかったですよね。<laughs> まあ、カーズもどっかの映画の元ネタだと思いますが、それをこう、墓地でやるっていうね、不謹慎な、まあ、私は、あの、お墓参りがある映画はいい映画と思ってるんで <laughs>、 墓が出てくる映画はいい映画だと思ってるんですね。なんでいい,いいんじゃないかなと思うんですが。まあ大体映画に墓は出てきますけど。えー、そして、えー、最後別れるシーンね。あれはまあ、えー、ワイルドスピードの、えー、いくつか忘れましたけど、あのー、イケメンがね、えー、亡くなったと CG で合成して、で最後別れるシーンがエンディングにあったと思うんですが、 まあ、あれと同じです。だから、ワイルドスピードを見てんじゃない、ワイルドスピードをかなり意識してるなと思いますが、えー、全然、ワイルドスピードの方が演出が上手かったです <laughs>。全然ね、全然いいんですよ、ワイルドスピードの方が。というわけで、まあ、このバットマンは何だったのかっていうと、えー、 ハードの映画だったなと思うんですよねつまりソフト、えー、ソフト的なもの、えー、脚本、ストーリー、それから、えー、キャラクター造形、まあ、ちょっとハードも入ってますが、キャラクター造形、それから曲、音楽、えー、曲の方ですね、は良くなかった、面白くなかった。 けど、それを上回るハード体験。つまり、映画館での体験。映画館の暗闇を生かした絵作りと、それから、音響の方ですね。サウンドデザインが良かった。つまり、これは映画館じゃないと体験できない。それにリソースを全振りしてしまったんじゃないのかなと思うんですね <laughs>。そして、3時間っていう高速も、まあ、映画館じゃないとありえないですよね。 多分家で3時間見てたら絶対止めますよね。私はもう家で見るときなんか5分おきに止めちゃうぐらい、うん、せわしい人なんで。だから映画1本見るのに1日かかったりするんですよね。なんで、まあ、この3時間っていう映画体験そのものが映画館の体験イコールなんですよね。そして、その3時間、えー、目いっぱいハードを、えー、フルか、フルで使うと。えー、その代わり、 えー、ソフト的なものはちょっと置いてきてしまいましたっていうか、わざともしかしたら抜かしたのかもしれないぐらいでしたね。なんで、えっ、ー、と、映画館にわざわざ行こう。これから映画を見るんだっていう人には、えー、3時間時間があるんで、まあ、前後1時間で5時間でもう1日ですよね。一、えー、1日潰して映画を見るんだっていう意気込みの人には、まあ100、100%以上ね、答える。 映画だと思います。だからこれが、ネットフリックスとかで配信されてもですね、3時間丸々見れるかっていうのはかなりきついと思うんですよね。そこはまあストーリーが弱いっていうところもあると思うんですよね。えー、以上、えー、初見、バットマンの初見での感想でした。ちょっと何か分かったら、多分何か言いたいこと出てくると思うんで、そしたらまた、えー 動画をアップロードしたいと思います。